ただいまご紹介いただきました元市川市議会議員の石崎秀幸でございます。 JR の市川北口ご通行中の皆様、通勤通学お疲れ様でございます。またタクシードライバーの皆さん、バスのドライバーの皆さん、連日大きなマイクの音でご迷惑をおかけしていますけれども、これも日本の未来を思う心の気持ちの大きさとご理解をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。私は16日から始まります市川市議会議員選挙に国民民主党から公認候補として立候補を予定しておりますけれども、今日は皆さんにご紹介をさせていただきたい、ご推薦させていただきたい、この隣にいます岡野純子さんのお話をさせていただきます。衆議院議員補欠選挙がまさに今戦われているわけです。もう選挙戦3日目になりました。本当に多くの候補者がここ市川北口には入れ替わり立ち替わり演説をし、また握手をし、そしてチラシを配布しているとは思いますけれども、ぜひとも比べてください。絶対に身を取りすることはありません。必ず皆様のお役に立つ仕事をするのはここにいる岡野純子さんしかいないことを私はお約束をさせていただきます。市川で1去年間市議会議員を務め、その後は国会議員の公設秘書などをやってまいりました。その当時の市議会議員の時代から岡野純子さんを知っていますけれども、本当に地元のために頑張って働く政治家であります。地域のことを愛し一生懸命働いてきた岡野純子さんが市議会では限界を感じ、そして後継指名をしながら今度は国政に行って市と国が連携をする、自治体と国が連携をすることによってもっともっとこの市川浦安が良くなる、この思いで立ち上がってくれたのが岡野純子さんなんです。我々はまだまだ小さな政党かもしれませんけれども、政策を見てください。絶対に他の政党に負けていないんですよ。それどころか他の政党が我々の政党の政策を追従をし、さも自分たちの手柄のようにしてるじゃないですか。我々国民民主党は政策実現をするための政党ですから、それをとやかく言うことはありません。しかし我々が言ったことがどんどん実現しているということは、我々に任せていただければもっとこの実現スピードが上がるということなんですよ。今まさに苦しいことがある、困っていることがある、それを解決できるのは国民民主党です。そしてそれを真っ先に実行していける行動力のある女性、それが岡野純子さんです。私も一緒に仕事をしてきた経験からお勧めをします。これからも僕が一緒に連携をしていきたい政治家岡野純子さんと共にタッグを組んで市川をもっと元気にさせてください。必ずお約束をします。この市川をもっと元気にします。岡野純子、ぜひ力を貸してください。石崎秀幸からのお願いでした。ありがとうございました。ご清聴誠にありがとうございます。そして続きましてお忙しいところを支えさせていただきました浜口誠さん3人によりご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願い申し上げます。はい、はい、では皆さん改めましてこんばんは。大変大きなマイクで石川駅の北口場所をお借りをいたしまして、岡野純子さんの応援にやってまいりました。国民民主党参議院の浜口誠です。先ほどは石崎秀幸さん、この石川市の市議会議員にこのチャレンジされる石崎さんから熱い熱い岡野純子さん愛のあふれる演説がございました。いや本当にですね、それだけ岡野純子さんは周りの皆さんから信頼されている候補者なんですね。それはもう一緒に仕事をやれば分かるし、一緒に話をすれば岡野純子さんは信頼できる、頼りになる、この市川やお隣の浦安の代表として一番ふさわしいのは岡野純子さんだと多くの皆さんが必ずそう思っていただけるはずなんです。今回の衆議院の千葉5区の補欠選挙、まさに自民党の現職議員のお金の問題で補欠選挙が行われています。この補欠選挙、本来だったらやる必要なかったんです。しかしながらやらざるを得なくなった。それも市民の皆さん、国民の皆さんの税を使ってやらなきゃいけなくなった。こういう選挙だからこそ本当にクリーンで信頼できて仕事をしてくれる、そういう議員を皆さんに選んでいただいて国会に送り出してほしいんですよ。そういう選挙なんです。これは与党も強い、野党第一党も強いかもしれないけども、今回の選挙戦は本当にこの千葉5区の代表として誰が一番この地元を知って地元のために働いてくれる候補者なのか、その
有権者の皆さんにもぜひ受け止めていただいて、岡野純子しかいないんだということを知っていただきたい。国民民主党はまさに岡野純子が今回の千葉5区の補欠選挙、岡野候補者、佐藤の候補者いますけども、ピカイチの候補者、仕事をするグリーンでこの地域の皆さんの代表に一番ふさわしいのは岡野純子さんだと確信をしております。今日も我が党の国会に衆参合わせて20名の政党でありますが、今日も4人の現職前職の国会議員が岡野純子さん頑張れと駆けつけました。玉木代表も今日時間が空いたから岡野純子さんの応援にもうすぐ駆けつけて、今日です、グレースの方でも応援演説していただきました。古川国対委員長、そして矢田和歌子で参議院議員も駆けつけております。なぜこれだけみんなが必死で応援したいと思うのか、それは岡野純子さんがまさにこれまでの3期12年この地元浦安や市川の皆さんのために頑張ってきたからなんです。そういう姿をみんな知ってるからこそ応援をしたい。岡野純子さんにぜひ国政に行ってもらって、皆さんのいろんな問題ありますよね。この市川もいろんな課題がある。今日もお仕事で皆さんお疲れのところ、ご自宅に向かって帰られている、あるいは学校が終わって帰宅されている方もいらっしゃると思います。いろんな政治に対する課題や期待値あると思います。そういう思いをぜひ岡野純子さんに託してほしいです。岡野純子さんならそれを自分ごととして、自分の問題として必ず真正面から受け止めて、国会の場につなげて、その解決に向けて死に物狂いで仕事をしてくれる、その候補者が岡野純子さんなんです。圧倒的な当事者意識を持って、そして今回もいろいろこの選挙戦を立候補するにあたっては思い悩んだこともあったと思います。そうした中で志をしっかり立てて国民民主党で戦おう、この党と一緒に全力で皆さんの思いを政治に届けよう、今までは市議会の枠の中だったんだけども、それじゃできないこともたくさんある、だからこそ国会に行ってもっと大きなフィールドで仕事をして皆さんのために働きたい、政治家として予備時間高い政治で皆さんのための政治をやっていきたい、その決意と覚悟と志を持って今回岡野純子さん立候補させていただいております。我々国民民主党は対決よりも解決、常に批判や反対には何も踏み出しません。皆さんの課題を前進させるためには批判や反対ではダメなんです。ありがとうございます。岡野純子さんです。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。学生の皆さんも振り向いていただいてありがとうございます。我々は政治は前進させないといけない、単に批判をしてそれで満足するような政治はもう決別しないといけないというふうに思っています。だからこそ対決よりも解決、常に提案をして批判や反対をするんだったらもう一つのカードを常に掲げながら対案を提示していく、私たちだったらこうしますというのを常に掲げてきたのが我々国民民主党であります。今回の給料の上がる経済や人づくりこそ国づくり、まさにこの国が抱えている課題を真正面から受け止めて政策に落とし込んできた、これが我々の基本スタンスです。給料の上がる経済の実現に向けても玉木代表を中心に岸田総理にもこれまでも何度も直接行政活動を行って我々の政策を前に進めるための努力を重ねてきました。ありがとうございます。岡野純子さんです。学生のみんなの声をしっかり受け止めて頑張るからね、ぜひ18歳になったら投票権あるので投票に行っていただきたいと思います。給料の上がる経済に向けて今年の春闘も大手を中心にいい流れが今来てます。その流れを非正規の皆さんや労働組合のないような中小小規模企業で働く労働者の皆さん、あるいはフリーランスの皆さんはじめ全ての働く皆さんの給料の底上げにつなげていく、そういういい流れをこれから作っていかなければ日本全体が元気にならない、我々はそう思ってます。だからこそこれからも給料の上がる経済というのを実現するために私たち国民民主党は全力で取り組んでいきたいと思いますし、どうもありがとうございます。多くの皆さんにチラシを受け取っていただいて、岡野純子さんご本人です。ありがとうございます。今チラシを手に取っていただいて、もうご本人を見てもう笑顔で言っていただきました。ありがとうございます。岡野純子さんです。多くの皆様に
手柱を手取っていただきまして本当にありがとうございます。私たちは普通に給料の上がる経済、そして物価高騰、まだまだ大変暮らしを直撃をしております。この物価高騰を乗り込むための応援策も引き続き国民民主党は国会の中で提案をしてまいりたいと思います。ガソリンの価格の引き下げにしても今の補助金政策は今年の9月までは継続しますが、それ以降はまだ政府は具体的な対応は明示しておりません。引き続き私たちはこのガソリンの価格を引き下げるための政策として補助金政策と合わせて減税によってガソリンの価格を下げていく。今ガソリンの価格の中にはたくさん税金が含まれています。もう倍、本来のガソリンの価格の倍の税が含まれている、これが実態です。こういった税を下げることによってガソリンの価格を下げていく、いわゆるトリガー条項の凍結解除、こうした政策も引き続き政府には働きかけを行っていきたいというふうに思います。またプロバイダスや電気料金の記載へ、これも我々国民民主党が具体的な政策を提案することによって政府もその提案を受け止めて電気料金あるいはプロパガンダの、ありがとうございます、子供たちからも応援していただいて本当にありがとうございます。こうした物価の引き下げ対策も引き続き全力で行っていきたい、このように思います。また岡田純子さんは国際のお嬢さんと当てられてきております。まさに子育ての当事者としてど真ん中で子育て世帯の皆さんの声を一番分かっていただける、そういう候補者でもあります。日本の生まれてくる赤ちゃんの数、昨年は80万人を切りました。まさに少子化、子育て支援、待ったなしの本当に重要な課題になってきております。国もようやくこの少子化対策、子育て支援に向けては取り組んでいこうという大きな流れは出てきましたが、まだ具体的に何をいつまでにどれだけやるのか、それはこれからです。したがってこれからどんどん岡田純子さんが、まさにありがとうございます、絶滅なお知らせありがとうございます。岡田純子さんに国会に行っていただいて、こうした少子化対策、子育て政策についても、どんどんこれまでの経験も踏まえて、我が党にいる女性議員とみんなと共に頑張っていただきたい、そういう政策が実現に向けて、中心メンバーとして、即戦力として活躍していただくことができる候補者が岡田純子さんです。ぜひ、しかし皆さん、岡田純子さん、他の他党の候補者もたくさんいますが、その中で一番この地元のことを知って、皆さんの声を真正面から受け止める、仕事をしてくれる、地元のために力を尽くしてくれる候補者は誰なのか、そのもう一度皆さんには考えていただいて、岡野純子がいるじゃないか、岡野純子に託そう、彼女であれば一番フリーで誠実で仕事をしてくれる、この地域の市川やお隣の浦安のために頑張ってくれる、その候補者が岡野純子さんになります。我々国民民主党の国会議員20名、これから明日も明後日もみんなやってきます。岡野純子さんに頑張ってほしいから、岡野純子さんだったら必ず皆さんのお力をいただいて国政に送り出していただく人物にふさわしいから、我々は応援をし続けます。そして皆さんにぜひお力をいただいて、何が何でも岡野純子さんをこの厳しい戦い勝ち抜かさせていただいて、この市川浦安の代表として岡野純子頑張ると、ぜひ皆さんの一票一票がなければこの戦い勝ち抜くことはできません。岡野純子さんに皆さんの一票で、皆さんのお力でこの厳しい戦いを勝ち抜かさせていただいて、ぜひ国会議員のバッジを岡野純子さんにつけさせていただきたい、切に皆様にはお願い申し上げたいと思います。岡野純子さんなら必ずやってくれます、仕事をしてくれます。皆さんのために力を尽くして政策実現に向けて、この石川フレーズをもっともっと輝く街にしていくために全力で取り組んでいただける、その人物が岡野純子さんだと我々は確信しております。ぜひ最後まで岡野純子さんへのご支援を無視で心からお願い申し上げて、私の応援のメッセージにさせていただきたいと思います。岡野純子さんをぜひ皆さんよろしくお願いします。ご清聴誠にありがとうございました。力強い応援いただきました。そして続きまして、国民民主党公認候補岡野純子候補者、よろしくお願いを申し上げます。スタジオをお渡しいたしました。
それでは続きまして岡野純子候補者、よろしくお願い申し上げます。石川駅北口にご通行中の皆様、こんばんは。国民民主党の衆議院補選候補、岡野純子でございます。ありがとうございます。すぐ近くに事務所を構えております関係から、特にこの石川北口では繰り返し繰り返し皆さんにこれまでマイクを通してお話をさせていただきました。いよいよ選挙に入り、今日が3日目、マイクの大きなも本当にお疲れで帰っていらっしゃる中、恐縮ではございますが、私と今回の補選、そして花壇改革への思いの大きさとお組み取りをいただきまして、少しの間ご容赦をお願い申し上げます。さて今回のこの補欠選挙、なぜこの市川だけ補欠選挙が行われているのでしょうか。前の衆議院議員、園浦健太郎さんの政治資金パーティーの収入を少なく記載をした政治資金規正法違反の罪で問われて辞職をし、その空席を補うためにこの補選が今行われているんです。つまり一度選んだ政治家の尻拭いを皆さんの税金で行っている、そうした格好です。本来であれば市民サービスに使われるはずだった税金が政治家の悪いことをした尻拭いに使われている、そういった状況がまず前提としてあります。私が今回のこの補選に挑戦する公認決定を受けたのは昨年末のことでありました。今日まで3ヶ月半、地域のことを知らない候補者なんて話にならないと思って、この街を歩いて歩いて皆さんの声を聞いてまいりました。多くの皆さんが今回のこの補選が行われることに怒っていらっしゃったり、冷ややかな目でいらっしゃったり、あるいは呆れていらっしゃったり、そうした意見が多いことを皆さんと話して体感として私は持っています。だからこそ今回のこの補選、金と政治と金の問題の発端だからといって、争点をこれ一点にしてはいけないと私は思います。せっかく補選をするんだから、この町に、この市川の町に必要な議論をしていくべきです。ここにいらっしゃる皆さんの暮らし向きを良くするにはどうすればいいのか、この市川の町の価値を上げるには国とどんな連携をすればいいのか、そういった前向きで有意義な議論を各政党が、各候補者が各々話して前向きに前を進むような議論を交わしていけば、あるいは皆さんのその怒ったり冷めたり呆れたりしている心に少しでも火を灯すことができるんじゃないか、そういった受け身を起こせるんじゃないか、そうした思いで私は連日このマイクを持って皆さんに打ち上げています。この街を歩いて歩いて、日によっては一番のことがやりました。スニーカーのことに穴が開きました。その中で気づいた課題さまざまあります。山田の方には国防住宅の密集地域がたくさんあります。古い町並みというのは街に情緒を与える一方で、震災が起こったとき、災害が起こったとき、火事が起こったら燃え広がってしまいます。炎症してしまう、倒れた電柱で緊急車両が入れなくなってしまう、そうした危険もはらんでいます。だからこそ境外道路を復旧したり、無電柱化を行ってありがとうございます。平時は歩きやすい、走りやすい街づくり、有事の際は皆さん命を守る安全安全の街づくり、こうしたことを進めてはどうでしょうか。あるいはこの市川の街、街の各所で慢性的な交通渋滞が起こります。ありがとうございます。東京都と千葉県を結ぶ保険橋の整備を行ったり、または京成本線の踏切を高規格化したり、そうした、ありがとうございます、交通渋滞の根本解決に向けて議論を進めるのはどうでしょうか。あるいはせっかく川に挟まれたこの市川市、船便を新設して羽田空港や千葉市や横浜、こういったところに船便を作ってはどうでしょうか。通勤通学に観光に、または有事の際には緊急物資輸送として、ありがとうございます。実際に浦安が液状化被害に遭ったときは、回路を使って自衛隊から水を届けてもらったという例もあります。そうした安全対策をしてみてはどうでしょうか。そうしたこの町に必要な議論を交わしていくことが、今回のこの補選には必要だと私は思っています。そして何より歩いて歩いて私が感じたこと、やっぱり一番大切なのは皆さんの給料を上げることです。多くの課題が結局根底にはお金なんだな、給料なんだな、年金なんだなと思うことが多々ありました。このイオンフードスタイルから出てきたおばあさんがたくさん食品を抱えていらっしゃって、よかよか歩いていらっしゃった、危ないなと思って大丈夫ですかって駆け寄りました。4月から何百品目も上がるらしいから、今のうちに買い溜めてるの、これ持って家まで帰るのとおっしゃってました。ありがとうございます。もう少し
政治の責任を果たして皆さんに将来のお金に不安を持たなくてもいいような政治をしていかなきゃいけない。短期的にはまずはこの物価高騰から皆さんを守るために、国民民主党として、そして今回の私の政策としてインフレ手当の10万円を掲げています。ありがとうございます。これはまだまくなんかじゃない。このまま物価の高いのが続いてしまったら、比喩ではなくて死んでしまう人が出てくるかもしれない。だからこそ外為特会を利用して皆さんに10万円受け取ってもらおう。足元の潤いを、目の前の安心をまずは感じてもらおう。短期的な計画です。そして中期的には電気代を下げましょう。一旦下げましたが、まだまだ足りない。4月から電力各社また上げました。仕方がないことですが、だからこそ政治が果たせる役割として、もう一度再エネ課金などの増収税して、その他の方法によって電気代下げましょう。だって暑くなってきました。電気代を気にしてエアコンを使い控える人が出たらどうするんですか。政治のせいで熱中症で亡くなる方が出ないように、私たちができることがあります。そして多くの企業の事業者の方が、それは業種問わず電気代を払うことにお金を取られて賃金が上げられないと言っている。給料が上がらない原因の一つがこのエネルギー高です。中期的には電気料金を下げること、これは絶対に必要です。そして長期的には人への投資、私たちがやるべきことは、この天然資源が湧かない日本において、これから先の、ありがとうございます、次世代を支える国の宝となる人に、ありがとうございます、教育を、そしてありがとうございます、教育予算を、そして子供を産み控えることがないように、子育ての予算をしっかりとつけていく。人の投資というのは案外長期ではないです。人の命と巡りが早い、すぐにその投資とルールの回収ができる。教育投資というのは投資の業界では最もリターンが大きいとも言われています。短期的にも中期的にも長期的にも、皆さんの暮らしを上げていくための政策を国民民主党が、そして私と今回の政策にたくさん書かせていただきました。市川の皆さんの暮らし向きを良くするために、今すぐもう対立なんて、分断なんて、批判なんてしないで、すぐに仕事がしたい、そう思って私は今回この国民民主党から出ることを決めました。ありがとうございます。もしかすると決して大きい組織ではないこの国民民主党で、数が物を言うこの政治をやっていくには、選挙を行うのはひょっとすると不利なこともあるかもしれない。だけども私は市議会に12年の間に多くの悩みを抱えている人たちの声を聞いてきました。こうやってマイクを通して話している時にも、時には涙を流して私に訴えてきてくださった人の顔が浮かんでいます。だからこそ私がパフォーマンス参加に割り振れる、そんな政治はもう卒業して、そういった皆さんの明日は明るいと思えるような社会の、生活が楽になったと思えるような世の中を、物価が上がったって賃金も上がったから大丈夫だと思えるような安心感を、一人産んだけど二人で三人で産んでみようかしらとためらいなく、若い世代が子供を産み育てられるような世の中を作っていけるように、これまで市議会議員として育てていただいたご恩返しのために、今後は政治家としてこれから戦っていきたいと思っています。若の順番に力をくださるならば、国民民主党の政府委員と思ってくださるならば、皆さんのその手の中にあるその一票の力でしか、私たちを大きく強く一つはしていただけないんです。どうか一票は一口にいらっしゃいます皆様方のご支援を、私若の順番、そして国民民主党へのことがありますことをお願い申し上げまして、選挙戦3日目のご挨拶とさせていただきます。今後もどうぞよろしくお願いいたします。若の順番です。ご清聴誠にありがとうございます。岡野純子の熱いこの選挙戦にかける思い、皆様に届けましたでしょうか。どうか皆様のお力、岡野純子国民民主党公認候補、岡野純子へと頼まれますよう心からのお願いします。